それでもブログの記事で稼ぎたいのなら AI 使え。前回の放送でブログの記事を今稼がせようとしないということの方が豊かな時間を過ごせるよという話をしました。それでもやはりですね、ブログの記事で稼ぎたいよというならばですね、 AI を使いなさいという話です。気長にやっていくのもいいけど、やはりブログの記事で今稼ぎたいですという、そういう人に向けたお話ですね。もう AI 使えということですね。で、稼ぐブログの記事っていうのを改めて確認しておくと、自分のブランディングとは切り離したブログのことですよね。そこは情報をまとめる記事を書くブログのことです。疑問の解決とか興味関心の充足とかですね、自分の知識経験とは一切関係ないところで世間で疑問にされていることや興味関心持たれていることを上手に情報をまとめて書くという、そういうブログのことです。で、このブログを書くことによって記事自体で稼いでいくわけですけども、前提は時間をできるだけ使わないことです。前回言ったような、もう稼げるか稼げないかわからない記事を必死になって書いて、たくさんの時間をそれで使ってしまって疲弊していくというようなことではなくて、本当に時間を使わないこと、それからは記事のネタとしてはですね、人の不幸で稼ごうとしない、そういうテーマを選ばないということですね。また人の個人情報を暴くような記事で稼ごうとしないというようなことですね。結婚の噂みたいなのがねよくありますけれども、そういうことをしないでやっていくということです。なぜかというとですね、リスクがあるというそれだけのことですね。はい。さて、大切なのはなるべく時間をかけないことと言いましたけれども、さっさと情報をまとめて投稿しましょうということです。世にある情報をまとめて投稿することなんで、それはね AI が得意なわけですよ。で、人が関心を持つテーマについての情報とかいうのをね、できるだけたくさん集めてきて、そして AI に放り込んで見出しを設定して、それに従って記事を書かせるということですよね。なので、それにかかる時間というのは、どのテーマだったらアクセスが来るかなっていう、そのネタをリサーチする時間というのがいりますね。それから資料をあちこちから集めてくる時間というのがいります。そして AI に貼り付けて、こんな見出しで書いてって指示をする時間ですね。それからあと最後にできたものをブログに貼り付ける時間というのがいりますね。で、やることはいくつかありますけども、全体の時間としてはほぼもう30分ぐらいで済むような話です。基本的にこれだけの時間で済むわけですね。なんで、これらを毎日一記事ずつね集めていけば、その記事らを使って稼ぐことができるという、そういうわけですね。で、あとの時間というのはブランディングのための記事書きとか、それをまとめた Kindle 本などの自分コンテンツを作るとか、そういうことに当てていくわけですね。当然読書とか映画とかのようなインプットとか、あと家族との時間を持つっていうことなどはもう前提として大事なことです。はい。で、ここで注意点があります。それはよくあるんですけれども、ボタン一発で AI が記事作成しますよというような、 AI に生成させるというようなことはお勧めできないということです。で、これはもう自分でソースを検索しに行かせたりして、記事をね、書かせるというプロンプト、僕も書いたことがありますけれども、これはリスクがね結構あります。なぜかというと、もう当然のようなしたり顔で嘘を書くからですね。こういうのを AI のハルシネーションって言うんですけれども、これはねやっぱりリスクが高すぎます。結果的に後で、そのファクトチェックを自分がしていかないといけないということになりますし、それに時間かかったりとかもしますからね。で、そうじゃなくて、そっちの方に時間を使うんじゃなくて、必要なソースというのを集めるのは自分でやると。で、たくさん集めてきて、それをね全部放り込んでまとめさせるということに AI の力を発揮させるということの方が確実だし大事なんですね。で、このまとめるというところが人間じゃ一番時間がかかることなんですが、実は AI にとってはとっても簡単にできる、得意分野でもあります。で、この部分ですね、よく考えてみると、この AI にまとめさせるっていうんですけど、これもともと自分でやってたとこなんですよ。
私たちはね、キーワード選定して、ネタを選定して、ライバルチェックして、そして上位にある記事をいっぱい集めてきて、それらをまた自分で構築し直して、自分で書くっていうようなことをね、ずっとやってきて、上位表示を目指してきてるわけですよ。でもそのまとめるという部分を AI にやらせたら、めちゃくちゃ時間が少なくて済むぞということなんですね。つまり僕らがこれまでやってきたことのうちで、AI が得意なまとめるというところを任せるという、そういうことなんですね。はい。で、僕もね、この方法でも1年前から記事をずっと書いてきてるんですけど、まあ、内容は正確でしょ。だって元の情報ってのは全部読み込ましてあるんだから。なのでたくさんの記事がですね、僕は上位表示されてるんですよ。なのでもう1年前からやってるんで、半年ぐらい前からこれらの記事がどんどん稼いでくれるようになっています。AI に生成させるっていうんじゃなくて、 AI にまとめさせるということによって正確な記事が保証されて、だから Google から評価をされて上位に表示に行くという、そういう記事がたくさんできてきているというわけですね。そしてそれらが稼いでくれるというわけです。はい、ということでまとめますね。記事自体で稼ぎたいなら AI を使えということです。しかし AI に生成はさせないことが大事。ハルシネーションなどが起きてリスクが高いからですね。で、ファクトチェックに時間をかけなければならない。でも AI にアシストしてもらうこと、つまりまとめてもらうことだったら、正確さが保証された記事を書くことができる上に、時間はそうかからないよということですね。そして時間をかけずに悩み解決とか関心の充足とか、そういう記事をたくさん書いて、そして書いて空いた時間を自分との家族のために使いましょうという、そのようなことです。